スノーマンの面白いエピソード50連発。1、コロナ禍での自粛期間が明け、久しぶりに対面での収録が行われた時のこと。前日にマネージャーから、久しぶりにメンバー同士会うからって高揚して密着しないよう気をつけてくださいと忠告されていました。2、卒業ソングの定番、旅立ちの日にの男性パートを未だにきちんと覚えているメンバーたち。楽屋でカメラもない中、主旋律なし、男性パートのみで合唱しています。3、9人組になって初めての滝沢歌舞伎ゼロの楽屋は、リーダーの岩本ひかるさん、最年長の深澤達也さん、最年少ラウールさんの部屋、舘様と呼ばれる宮舘涼太さん、阿部亮平さん、渡辺翔太さんの部屋、とにかく騒がしい佐久間大介さん、深井浩二さん、目黒蓮さんの部屋と別々に。3部屋はそれぞれ家族部屋、ロイヤル部屋、族部屋と呼ばれていました。4、まだ6人組だった頃、とにかく尖っていたスノーマン。当時流行っていたエンジニアブーツを履いて、腰にはたくさんのチェーンをつけていたので、後輩たちからは足音でわかると言われていました。5、滝沢歌舞伎ゼロ2022期間中、渡辺さんと向井さんの部屋と目黒さんとラウールさんの部屋は隣同士で、襖を外して4人部屋にしていました。襖を閉めて2人部屋にしたい目黒さんとラウールさんは、向井さんを味方につけることに成功。渡辺さんが不在の間にこっそり襖をつけ、向井さん、目黒さん、ラウールさんの3人で寝ていると、一人ごそごそと襖を外す渡辺さんの姿が。渡辺さんはこっそり入り口の名札を4人分並べるように置き換えていて、お前ら2人はガキだから気づいてないけど、ここはもう4人部屋なんだよと得意げな顔で宣言しました。6、メンバーの中でもトレーニング好きとして知られる岩本さんは、タイに向かう際の空港の保安検査でお腹に金属探知機が反応。お腹に何か入れてますかと聞かれるも、思い当たるものは筋肉しかありませんでした。7、最年長の深澤さんは1メーターは120センチだと思っていました。理系大学院を卒業した阿部さんからは、許せないよとドン引きされています。8、ジャニーズ事務所入所当時、頭の下半分を刈り上げ、残りは伸ばしてポニーテールにしていたラウールさん。ある日振付師さんに、明日髪切ってくるか事務所辞めるか選べと言われ即日カット。無事退所を免れました。9、渡辺さんと岩本さんの初対面の時のこと。入所直後からダンスの実力が高く評価されていた岩本さんに対し、先輩である渡辺さんはテーブルの前で鏡越しにタップダンスでにらみつけ威嚇していました。10、タイ人の母を持つハーフの向井さん、実家のトイレでウォシュレットを使っていると故障したのか止まらなくなってしまいました。焦ってお母さんを呼ぶと、浩二あんたそこに座りと、なぜか場所を交代。向井さんの代わりにウォシュレットに打たれるお母さんを見て、そっと扉を閉めました。11、インテリで穏やかな印象のある阿部さん、意外にも弟からは兄貴と呼ばれていて、過去には兄弟喧嘩で実家のトイレのドアを破壊したことがあります。12、俳優としても注目されている目黒さんですが、日曜日は英語でと聞かれ、リメンバーと回答。それに対して向井さんは、それ月やと突っ込んでいました。13、舘様と呼ばれ気品のある立ち振る舞いでおなじみの宮舘さんですが、お母さんは元レディースの総長で、お父さんはサーファー。総長とサーファーの間に生まれた貴族はキャラクターが渋滞しすぎていると話題になりました。14、ダンスの実力が高くアクロバットもそつなくこなす佐久間さんは、実は運動がとにかく苦手。全員で 50m 走のタイムを測った時も最下位でした。 YouTube でバスケットボールやサッカーに挑戦しても、とにかくボールをうまく扱えない佐久間さん。運動神経悪い芸人企画への出演が待ち望まれています。15、どんな時でもトレーニングを欠かさないストイックな岩本さんは、ムキムキな見た目ながらチョコレートが大好き。タピオカミルクティーも大好きで、ファンの間ではヒー君スペシャルと呼ばれるカスタムも。甘すぎて飲めないという人もいたほどのドリンクを飲む甘党です。16、チョコレートだけでなく駄菓子にもお気に入りがある岩本さん。アイランド TV で公開された動画内では、大きな体を縮めながら楽屋の隅でフルーツの森を黙々と食べる岩本さんの姿が。この影響でフルーツの森は完売するところが続出しました。17、タイに向かう飛行機で朝食にキッシュを頼んでいた岩本さん、離陸直後の深い眠りにつけそうなタイミングで突然起こされ、 4,5 人に囲まれたままキッシュの準備が始まりました。朝食に頼んでおいたものなので今はいらないですと伝えたところ、再びキッシュが出てくることはなく、結局食べられないままタイに到着しました。18、焼肉が苦手な岩本さん、メンバーたちと焼肉を食べに行くと、美味しそうに食べるメンバーをおかずに白米を山盛り5杯食べます。19、深澤さんはジュニア時代ライブでサイン色紙を3枚投げたところ、そのうち1枚を渡辺さんの妹がキャッチ。渡辺さんの妹は近くにいた深澤さんのお母さんに渡し、結局深澤さんが帰宅すると家に自分のサイン色紙が置いてありました。20、
クレーンゲームが得意な深澤さんはあまりのうまさに複数のゲームセンターを出入り禁止になっています。舞台で大阪に滞在していた時に訪れたゲームセンターでは、景品をゲットすると鐘を鳴らして祝われるシステムが。深澤さんが何度も成功するので、途中からは鐘を持って後ろで待機されていました。21。結局そのゲームセンターも出禁になってしまった深澤さん。翌日バレないように変装して同じ場所へ。景品をゲットすると前日のように鐘を鳴らしてもらえるはずでしたが、変装がバレていたのか、一度も鳴らしてもらえませんでした。22。高校生の時が一番モテたと常々主張する深澤さん。目立ちたい、モテたいという思いから、学校の廊下でロンダードから爆注を決めていました。実際にモテたそうですが、実際に見たら笑っちゃうかもとファンの反応は様々でした。23。今年で31歳になるものの無免許の深澤さん。毎年、今年こそは運転免許を取ると宣言するも、未だに実現していません。メンバーからは、免許取る取る詐欺、サグラダファミリアと言われています。24。恋愛に対してピュアで恋愛偏差値が低いと言われるラウールさん。泊まりがけのロケの際に目黒さんに相談した結果、枕を使って練習することに。夜な夜な目黒さんと枕を使ってキスの練習を繰り返しました。25。それスノーマンにやらせてくださいの罰ゲームでジュリアナダンスを披露することになったラウールさん。以前罰ゲームで向井さんが女装してパラパラを踊った時とは違って、密着なし、安いカツラにボロボロになったストッキングで登場。もっと私にお金かけてと扱いの差を嘆きました。26。滝沢歌舞伎ゼロの幕合に楽屋のお風呂に入った時、佐久間さんのボディーソープを借りたラウールさん。遠慮なく5プッシュ使うと2プッシュにしろと怒られてしまいます。そのまま喧嘩に発展し、見ていたメンバーからは一番でかいのとちっちゃいのがちっちゃいお風呂で喧嘩してといじられていました。27。それスノーマンにやらせてくださいで渡辺さんは猫耳と猫の肉球のついた手袋をつけて早速行くにゃん、ホランさんは猫が好きだにゃんとゲストのホラン千秋さんにアピール。最年少ラウールさんから今年30だぞ自覚持てと厳しい言葉をかけられました。28。ゲームのルールがなかなか覚えられない渡辺さん。スノーマンの YouTube で人狼ゲームをした時には突然僕騎士ですと告白。その後もちろん人狼に襲撃されました。29。舞台期間中の朝、寝ぼけていたのかインスタントの味噌汁の味噌をずっとゴミ箱に捨てていた渡辺さん。仕方がないので残った少しの味噌で薄い味噌汁を作って飲んでいたそうです。30。5歳年下の妹がいる渡辺さん。妹からは渡辺、お前と呼ばれていました。少しの期間を経て、今はようやく翔と呼ばれているようです。31。2018年に発売されたアクリルスタンドが漏れていてとても気に入っていた渡辺さん。家に帰って妹にあげると、いらねえとバッサリ切り捨てられました。32。高校の卒業式の時、先生からの指示を受けて答辞を読むことになった向井さん。始まりの答辞というところを答辞に変えようとしたところ、冷静に却下されました。33。向井さんはザリガニのことを27年間ザニガニだと思っていました。またメンバーの阿部さんにシュガーって塩やんなと聞きドン引きされたことがあります。34。 DNA のことを血と勘違いしていた目黒さんに対し、向井さんはすかさず血はブレッドやろうと反応。本当は血はブラッドでブレッドはパンのことだけどとナレーションに突っ込まれていました。35。関西ジャニーズジュニア時代、ファンと遭遇し、向井康二くんですかと聞かれた向井さん。気を使って小声で話しかけたファンに対して、そうやで、なんでそんな声小さいんと大声で返事をしたという本末転倒なエピソードがあります。36。お正月にお年玉を配っていたところ、準備していた数では足りなくなり、目黒さんとラウールさんに渡す分がなくなってしまった向井さん。どうしたらいいか悩んだ結果、先に渡していたマネージャーからお年玉を一旦回収し、それをそのまま目黒さん、ラウールさんに渡しました。37。6人時代に足音で分かると言われていたスノーマンの中でも一人穏やかで音で認識されなかった阿部さん。自分も同じグループのメンバーであることを示すため、ベルトのループに家の鍵をつけ無理やり音を鳴らしていました。38。阿部さんの趣味は勉強。あまりにもずっと勉強をしているため、メンバーからは数式を見て興奮する変態呼ばわりされています。舞台が終わりツアーが始まるまでのわずかな時間でトイックを受けた時にも漏れなく変態扱いされていました。39。おっちょこちょいな失敗が多い阿部さん。ジュニア時代に舞台に出た際は毎回髪を見てチェックしながら着替えて失敗しないように対策。満を持してステージに上がるとメンバーは赤の着物を着ている中、阿部さんだけが青のペイズリー柄の衣装を着ていました。40。メンバーからはインキーの鬼と呼ばれるほどインキー、部屋に鍵を残したまま部屋を出ること常習犯で、忘れ物も多い阿部さん。
忘れ物を取りに帰るために3回家に戻ったことがあり、新幹線でも降りる駅が近づくとおもむろに立ち上がって体を叩いて切符を探し始めることが。しかもほとんどの場合、前の座席のポケットに入っているそうです。41。目黒さんは教習所に通っていた時の救命講習で、あなたは AED を持ってきてくださいと言うべきところを、あなたは LED を持ってきてくださいと言い間違えたことがあります。42。スノーマンの YouTube でリモート絵しりとりをした際、順番がまだ回ってきていないのに他の人が描いている様子をじっと見ていた目黒さん、ああわかったわかったと楽しそうにしているところをメンバーに指摘され、ようやく間違いに気づいた様子。その後伏せるタイミングはラウールさんから指示を受けていました。43。目黒さんが CM に出演する除毛剤が気になって遠征先の名古屋ホテルで使ってみた宮舘さん、目黒さんから見える位置に商品を置いてみたり、普段履かない短いズボンを履いたり、静かにアピールするものの気づかれず、自分で目黒さんに報告しました。44。宮舘さんは5歳下と8歳下に妹がいます。ニーニーと呼ばれていて仲もいい様子。ある時自転車を買ってと高額なものをおねだりされたため、嫌だと断ったところ、妹から使えねえと言われてしまいました。45。赤星インコのレインボーローズくんを飼っている宮舘さん、すっかり友達だと思われているようで、肩の上でご飯を食べさせていると、お裾分けのつもりなのか、耳の中に穀物を入れられてしまうそう。ラジオでこのエピソードを話すと、安倍さんにご配達だねと言われてしまいました。46。お化け屋敷でも常に冷静、痛みにも強い、何事にも動じないことで知られる宮舘さんの弱点はカラス。渡辺さん曰く、舞台の休憩中に楽屋で寝ていたところ、窓の向こうの木にいるカラスを見つけた宮舘さんが突然立ち上がって、やばいと焦り始め、寝ている渡辺さんを起こしに来たことがあったそう。そんな宮舘さんのペットは鳥です。47。アニメオタク兼スノーマンの佐久間さん、ジャニーズ唯一の一夫多妻制を宣言していて、家にはたくさんの嫁がいます。嫁のアクリルスタンドを並べ、センターに自分のアクリルスタンドを置くことで、アイドルにしかできないオタ活を楽しんでいます。48。数名でバーベキューをしているとき、釣りをしようと安倍さんが投げた釣り竿の先には自分の財布が。その様子を麦わら帽子をかぶりながらソーラン節を踊っていた佐久間さんが見ていて、財布を救うために全速力でダッシュ。石でお札を押さえて乾かし、事なきを得ました。49。佐久間さんと渡辺さんがコンビニに行った時のこと、渡辺さん曰く、開いた扉から後ろにいるはずの佐久間さんが出てきました。一瞬パラレルワールドに来てしまったと焦った渡辺さんに、目の前の佐久間さんが弟ですと一言。メンバーも間違えるほどそっくりの兄弟です。50。スノーマンの YouTube ではおなじみの企画となっている人狼ゲーム、佐久間さんはなぜか毎回市民であっても初回に殺害されてしまいます。人狼 vs 市民 vs 佐久間さんの構図が出来上がる中、運よく生き残った時は実は人狼。なんとか疑われないようにと、パン屋、市民、占い師と転職を繰り返すもバレバレで処刑されることに。最新回ではとうとう1回目だけ佐久間くん殺さない条例が設定されました。今回はスノーマンの面白いエピソード50連発を紹介しました。今後もジャニーズに関する動画を上げていきますので、高評価コメントよろしくお願いします。